すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活出張編ということで相変わらずやってるんですけれども、地域の方にもラーメン好きにも愛されているお店、こちらです。どうも、 JR 東小金井駅から徒歩2分ぐらいのところにありますクジラ食堂さんにお邪魔しても、平日はね夜からしか営業していないクジラ食堂さんなんですけども、疲れたサラリーマンや飲み会帰りのね人たちにも愛されるとっても美味しい醤油ラーメンがいただけるということで、ずっと行きたかったお店でもあるのでね、早速行っちゃいましょうか。レッツゴー。さあクジラ食堂さん、手書きの試食券制です。今回は一番人気の特製醤油をチョイスしました。そしてラーメンは麺の量を150から 250g まで無料で選べますが、すするは店主さんにお任せしました。来ました、こちらがクジラ食堂さんの特製醤油です。ほい、特製にすると味玉と海苔がついてきて、チャーシューが大判の炙りになるみたいですね。皆さんならどうしますか？それではいただきます。さあまずスープの味を確かめてみましょう。ほい、優しい醤油とほんの少し、そうほんの少しだけ煮干しのえぐみが残っていて、逆にそれが癖になるホッとするスープですね。ではお次に細めの麺も大量に食らって、もう一度スープを飲んだら、じゃーん、炙りチャーシューです。では周りの目を気にしてから一口で食らっちゃう。パピーン、ザトウクジラくらいの大きさでかなりトロトロですが、炙られたことにより余計な脂がなくてちょうどいいボリュームです。さあそろそろ麺の出番です。かなりピロピロの平打ち麺をがっつりすする。ほほーい、提供する直前に手揉みしているというこだわりの麺は小麦の味がかなり豊かでスーパーベリーグッド。マッコウクジラの頭くらいもちもちした食感も最高です。さてお次に麺と一緒にすすってみると、海苔の香ばしさがスープのうまさをブーストしてくれるし、時折来るネギのアクセントも醤油タイプのラーメンにはかなり合います。ってことで2枚目のジンベエザメくらいある炙りチャーシューをまた食らって、だいぶ少なくなってきた麺にセンチメンタルな感情を覚えたら、みんみん、どうもセミです。読み込み中です。最後の最後に忍者打法の味玉を食らう。スープの優しさを無限にしない安心感のある味玉でした。ということでそこそこ深い時間ということも忘れて最後までスープを味わって完食です。本日も大変美味しくすれました。さすが1年で都内でもトップクラスを誇る人気店になった一杯って感じでした。ではガスレイ。はい、ごちそうさまでした。いやー、クジラ食堂さんに行ってきたんですけれども、ホッとするようなそんな味でしたね。スープは優しい煮干し醤油味で、香ばしく煮干しが香った後に醤油が追いかけてくるようなそんな感じでしたね。麺は提供前にこう手揉みをする平打ちのピロピロ麺で、いやー、あの麺がかなり小麦が香って美味しかったですね。チャーシューも提供前に炙られていて、ラーメンにも一つアクセントを添えられてるようなそんな気がしましたね。自分の駅にもしあったら毎日通いたくなるようなそんな優しいラーメンでしたね。いやー、ごちそうでした。それではするの公式キャッチフレーズ、クジラ食堂さん、うますぎて吠えるわ。はい。